はい、それでは行きましょう。ヒさん、それは本当に泣いちゃうよ。 NMB48 のシングル僕だけ泣いちゃうよにちなみまして、泣きそうになったまたは本当に泣いちゃった皆さんのちょっと悲しいちょっと辛いエピソードをご紹介していくコーナーです。はい、今回もたくさんのお便りをいただいています。ご紹介していきましょう。お願いします。はい、地球上にお住まいのラジオネームアドルさんからいただきました。そういうことはしっかり覚えてます。まあ、ボケだけはしっかり覚えてます。サイピー、ネギちゃん、モンスターエンジンの二人さん、こんばんは。こんばんは。昨年末の話になりますが、自分のパソコンに接続している外付けのハードディスクが故障で起動しなくなってしまいました。そのハードディスクには1996年頃から保存してきたゲームデータや無夫婦な画像、動画などのコレクションがたんまりあったのでめちゃめちゃショックでした。復旧させたいと思い、いろんな業者を調べてみたところ、最低でも4万円からで 100% の復旧は保証されないとのことでした。ちょうど車検やらもろもろの支払いで約20万円が飛んでいくのが分かっていたので、いまだにデータ復旧依頼はできていません。怖いね、これは。いや、まあそうです。そもそものそのね、外付けのあれが古いっていう。古いね。その頃から使ってる。あ、でもちゃうか、新しくしてまたそれに入れ替えたかも分からない。あ、なるほど。あ、まあそうか、1996年のやつやったらもう全然ダメちゃう今は。もう互換性ないんちゃう、あのフロッピーディスクとかやろ多分。あ、その頃やったら保存のあれだから外付け、だからもう石板が一番いいんですよ。石板は今でも残ってるやん、大昔の。いや、その石板以外無理やって、もうこれ残るわけないし、もう石、いや、その意味わからへんやんか、ゲームデータとかそのエロい動画とか、うん、そうやけど、石板にどうすんのそれ。どうしたらいいんですか。石板をパラパラ漫画みたいにしてやるしかない。エロい動画も舞台だから、そのね、それこそ女の子なわけやから、写真とか撮ったりとか、携帯とか、はい、どうしてるのあれ。写真めちゃくちゃ溜まるよな。めちゃくちゃ溜まります。どうしてんの。すごいよね、だってその SNS の更新回数も。はい、どうしてんの。でも一番大きいギガをにしてるんですよ、ね。なるほど。だから全然まだまだ入ります。携帯のそもそもの容量を、はい、あれ一番大きいので何ギガぐらい。64とか、何ギガですかね。128とかか。128ギガ。お父さんが一番大きいのにしといたって。うわ、結構高いもんね、あれ。そうなん、値段違うもんね全然。うん、それでもその何、そのトラブルじゃなくて普通に、まあ落としてぐちゃぐちゃってな、車に踏まれたりとかして、それで出えへんとかなってきたらどうするかなと思って。そういう、何にも預けてない場合。そう、あ、自動で預かるようなことにしてんの二人は。なんか、あ、でもサーバーには私は入れるように、勝手になんか Wi-Fi 環境になってたら、なんか勝手にあれしてくれるの、アップロードみたいな、アップロードされる。512、そんなでかいんかな、そんなでかいんかな。512ギガってほんま、私多分200何本のやつ。新聞紙何倍分やねんと思うよな、活字にしたら。200でも相当いけるやろ。まだまだ余裕あるやろ。はい、すごいよ、もうパソコンやもんな、ちっちゃい。そうなってすごいね、あれほんまにな。何でもできます今。うん、だからまあね、そのパソコン、まあこれだからハードをこれ、まあ欲しいんか、ゲームのデータとかってなるといるんかな、この人は。いや、まあたまーに、うーん、どうなの。でも4万からで、まあ上限は見えてなくて、まあ何やかんや、そんだけあるんやったら4万やったらまあ安いかも。でも全部返ってこうへんってな、 100% 復旧は。エロ動画のほんまなんていうの、5秒ぐらいのおっぱいだけの映像返ってきたらどうするの。そんなん、おっぱいが触れてるだけの5秒ぐらい、これだけでしたって言われてもブルブルブルってなって、嘘でしょ、もういい、4万円これかってなるよ。やめましょう、それは。まあね、サエさんもほんまに絶対下ネタ嫌いなんです。あ、そうなんや。笑ってた。何笑ってたよ。下ネタが嫌いなんや。ほんま嫌いでよ。全然広げなくていいですよ、この話。ほんまに嫌です。そうなんや。それはなんかあったの、その、あ、この人下ネタあかんねやろな、みたいなのがあった、いや、なんかメンバーがちょっと下ネタっぽいこと喋ってたら、サイスもすぐ話変えようと。わー、あるな。変えようとな。もうやめよう、この話。あ、もうやめようって言ってまうわ。はい。すごい、言ってまうんやね。そうか、
下ネタがあかんねん。なんかそれがもうノリみたいになってるんですよ、ね、うん、嫌いみたいな。あ、なるほどな、はい、あ、そのもうやめようっていうのがノリみたいになってる、はい、やめようって。いやでもわからんで、ね、それ帰ってきたやつでおっぱいプルンプルンだけが帰ってくるかもしれんで、ね、それはちょっとな、うん取り乱してる。そうなってくるともう下ネタじゃないけどね大損ネタやけどね。大損ネタ、うん、なるほどね。まあまあお金を出してやってみてもいいんですか。そうですね、やってみたらいいんじゃないかなと思いますけどね。頑張ってください。以上、はい、ということで今回の悲惨それは本当に泣いちゃうよ、いかがだったでしょうか。来週も皆さんの泣いちゃうお話をご紹介します。お便りにちょっと寂しい、ちょっと辛いエピソードを書いて送ってきてください。ではここで一曲お送りします。2月20日リリースの NMB48 のニューシングルです。衝撃のタイトルとキャッチーな振り付けと曲に注目です。 NMB48 で床の間星座娘せーの床の間星座娘さあでは授業に戻りましょう。続いては芸能の授業です。今日2回目の芸能のお題はアナウンサー、ABC 朝日放送について勉強してもらいます。ではなぎちゃん問題を読んでください。はい、朝日放送の現役アナウンサーの名前を5人書きなさい。はい、今回は朝日放送のアナウンサーの名前を5人。フルネームですか。これはフルネームですか。はい、書いてもらいます。今日ほんまにもう頭動かない。いつもやはいやよう言うたなほんま今日ほんまにとか頭何言うとんねんお前あれほんまビブラートほんまに頭もうほんまにいつもやって今日ほんまに頭動かない。ほんまそうやって喋ってんと書きいさはよ5人書いていつももう寝起きぐらいのクオリティやって頭の回転は。なぎちゃんの寝起きどうなってんのかな。寝起きでもすぐ元気ですよ。私うわ、そうなんや。はい。すごい。はい、そこ手動かさんと、あ、口を動かさんと手動かせよ、お前。うっせえ。お、このチロルチョコあったんや。見つけてる。お菓子探り出してる。おじさん大発見。白いとこあるって知らんかった。きしょいな。こんなぐらいの量。おじさん大発見。おじさんはこれぐらいの量を一個だけ食べたかったりするね。聞いてんの？聞いてない。おじさんが言いそう。聞いてる？みんな。おじさん大発見じゃなくて。これ、あ、でもこれ、選ぼう。はい。さあ。チョイス。おじさんチョイス。何ちょっと後にしてもらっていいですか？何の話ですか？チロルチョコ。では、お出しください。どうぞ。僕からか、まだ、だから。じゃあ、まあ、西森から、はい。行きましょうか。はい。ちょっと下の名前わかんないですけど、はい。森戸アナ。いません。え？森戸アナ。めっちゃくちゃ身軽い。え、ケンさんの話でやってたやん。あれ、森戸アナやろ？めっちゃびっくりしてる。ヒロドさんです。ヒロドや、そう。うーえ、どうだ最悪やヒロドさんっすよね。ヒロドアヤミさん。そうやったなんかおかしいな、思ったやん。ヒロドアナか。ヒロド。M1 も今ヒロドさんです、ね、すいませんヒロドアナさん。ヒロドさん結構全国区の方もちょくちょく出てる、ね、あと、道場陽三アナ。はい、あ、正解。あ、道場陽三。中原修一郎アナ。中原さんはいない。いない。はい、中東雄二アナ。中東じゃないんですよねそれ読み方が。はい、なんて読むのこれ。中村。中村ね。中村雄二アナ。はい、います。井森美幸おるか。急にだよ。だからさ、定年で。定年でもういな、今いない。どの、どこを引き出す。すごい。すごいな。まあまあ、まあいい正解。はい、森戸だけがちょっと。やってもだ、書き直されへんのか、これ。プレゼントするやつ。森戸はもう、その、ね。広戸はない、そうや。土の話やってもだやってもださあ、次じゃあサイピ行こうか。はい、北さん。北さん、北ゆかりさんね。はい、北羽鳥さん。羽鳥さんいない。安住さん。安住さんいない。ホラン千秋さん。ホランさんいない。カルビさん、あ、いないいないいない。何してんの。北さん。北さんね、はい、それだから言ってたの。北さんよ。北さんね。
白石くんのいや旦那さんの名前珍しいそっち旦那さんの名前出さんで昔な仕事したら白石くん白石くんのそうなんや言ってもうたわ北さんは結構ねご一緒する機会も僕らもありましたから、はい、すごい明るい、はい、じゃあなぎちゃん北中義明さんすごいねいないですけども惜しかった、うん、東道久さんおいないですいないですね島由紀恵さん島由紀恵おりそう古そういないですけども田中宏さんをそれ男女どっちですか男ですかあいないですけども、はい、真島優子さん真島ではなく真島こだわりあるんですね気をつけて読むタイプの考えたんですよ私真島です全員真島さん今日は私真島ですの真島さんいないんですそんな人柴田さんとかね柴田博さん浦川さんとか浦川さん僕がパッと上がった加藤明子さん岩本圭介さんねおはーさんやってるおはーさんですかねやってるの、はい、武田和歌子さんとか和歌子さんあ僕はちょっとは一致する人あ三代沢さんとか全然わからんわ三代沢さんはわかるやろABC 昔新人グランプリとか司会やってたんかなもしかしたらいやでもその時はもうガチガチやからな覚えてないよな違うことばっか考えても三代沢さんはマラソン走ってはったりとかねABC のラジオ祭りみたいなんで基本的にどこで何しててもちゃうことばっか考えてるからなだからまあこういうのを覚えていっとかないと覚えてれば覚えてるほどいいもんね、はい、そりゃそうよ名前パッと言える、ね、そう言うてね「何々さん」って言ってねだからお前危うくひろどさんに森戸さん森戸さんって自信満々に言ってましただってこれ一番初めに書いたもんもう絶対これだけは確定やったから危ない危な森戸さんいいクイズが今日はですさあということでチャイムが鳴りました今回3人が ABC のアナウンサーの名前を書いた画用紙はリスナープレゼントとさせていただきます誰のが欲しいのかを書いてご応募ください NMB48 学園抜き打ち課題さあこのコーナーでは NMB48 の2人に毎回何かの対決をしてもらいます、はい、勝敗を決めるのは僕たちモンスターエンジンです10敗したら罰ゲームでなぎちゃん5敗、サイピーが6敗よっしゃなんでいや、個人なんか圧力がかかったんですよ個人が2連敗で違う個人全然趣旨理解してなくてそのままでいいよって言って誘導したんそう落とし入れて2連敗したので5対6逆転したんですよねやったーこれはほんまこっからやだからまあこっからね、はい、挽回できるように頑張ってください今回は川柳対決です、さまざまな気持ちを川柳に込めて読んでもらいどちらがいい川柳かで対決します今日のテーマは引っ越し、引っ越しにまつわる川柳を読んでください、まあ言うてる間に引っ越しシーズンになりますから引っ越ししてないんじゃないですか、してないですしてないですとこれはやばいまああるあるがないんかなもしかしてなあその辺は絞り出していただいてしたとしたら引っ越ししていった親友がいたとかいうそういうバージョンもねお別れみたいなところもありますからね広い意味で引っ越しですかねそれはねそうそうさあよろしいでしょうか、はい、では今日はなぎちゃんからいきましょうお願いしますはよ出たいここよりいいとこ見つけたし見つけたしまあまあまあでも意外とそういう心境にはならへんかな何かいいとこを探すんじゃないんですかでもそうやけどランクダウンの人もいますからねまあまあねなんかでも名残惜しいってなんかああここも終わりかみたいな悲しい気持ちにはなりますけど早う出たりまあ人によるかまあまあその状況によるよね僕んちの今一番でっかい窓のとこの面にマンション建つらしくてそうなってくると早出たい方がいいかなるほどねそれはきついよきついあれきついんですさあ続いてサイピーいきましょう、はい、お願いしますさようならハンカチ持つタイプ泣くときにもう字余らしてきてるな本当だ何言おうか迷って
でもこれはちょっとあのエピソードがあるんですよ。これなんか小6の時になんか転校する子がいて、でなんかあのみんなの前で一言みたいな、うん、言う時に、うん、めっちゃ泣いてて、でみんなも男の子なんですけど、みんなも泣いてて、うん、悲しいみたいななってたんですけど、その時にハンカチを、うん、持って泣くタイプの子ってその子が、はい、で、うん、なんか急に冷めるよ小6やったね。小 6, 小6でハンカチは男やるしかも、ね、男の子でハンカチ持って泣くタイプなんやって、きっちりした子やな。それをめっちゃ覚えてるんです。それ覚えてまうよな。でもはい、そっち印象残って、それは、はい、確かに演出としてはマイナスやもんな途中で出したの。そうなんです、めっちゃくちゃ泣いてて、鼻からこう握り締めてたわけじゃなく、はい、いや違います、途中からポケットから出して出して結構きれいめな四つ折りのハンカチ、ハンカチ運動みたいなあったもんな昔絶対持たなあかんとか、はい、タオル地とかでもなくて普通にそれで持っててもやっぱり自己演出するタイプの人間は、うん、わざとこうな、うん、使わへんみたいな。小6はそんな考えてないか、うん、びっくりしたってあーまあはい、わかりましたではドラムロールお願いします。これでやばいよ。なぎちゃん、サイピー、やったー、あーよかった、まあまあ五分やな、うん、ほとんどそうですよね、まあ、字余りやったし、あー、まあ、あとのエピソードはおもろかったけどさあ6対7です、ね、うわー、だいぶ終盤になってきますから頑張ってください、はい、というわけで NMB48 学園のゲチ課題でした。うわー、もう外暗くなってる、ん、まだ5時かいという季節になりましたね。いかがお過ごしですか。 AM は 1008、 ワイド FM は 933、 N 学コチボン、これからも聞いてくださいさあ、というわけで結構な時間となりました。今日の授業どうでしたか。はい、まあ、サイピーがお休みから戻ってきてとか、はい、そうですね、対決、でも何と迷ってたの、そのまだあったんやろ候補。あ、私ですか、うん、どれもなんか微妙やって、縦横無尽に字余りするからな、はい、もうあ、でも字余りは大丈夫です。あ、今回は、はい、どうぞ。一回ね、入れたら出せないタンスある、入れたら出せない、あ、 なんか、なるほどね、そう、お母さんの嫁入り道具で、あ、めちゃくちゃでかいタンスがもう玄関から出せないらしくて、どうやって入れたの、あ、窓から入れたの、クレーで釣ってみたいな、いやでも、はい、中で組み立てたとか、あ、そうかもしれないですね。それか玄関取ってとか一回、うん、あ、もうガバ全部外してもって、はい、ガラガラの家ってこと、あの、あれ、ガラガラの家、ガラガラガラっていうタイプの、あの、ガラガラ引き戸、あれなんていうの、あ、スライドの、いや違います、このガチャの方です。うん、いやまあまあな、それは結構あるあるやな、うん、入れへんかったね、まだあるの、はい、え、まだあるんですか、すごい、いやあるんですけど、だからそう、溜まってたんじゃ、はい、やっぱり2週間そうか、やるぞっていう意気込みが、先に教えてください言うて、いや上の階住んでいたら大変だ引っ越し作業かってこと、はい、いやもうないですよ、まあ、そうやね、それ大変やけどね、はい、確かに、はい、なるほど、確かに大変よ、はい、引っ越しはまあ結構あるあるとかあるもん、はい、うん、引っ越ししたことないかあんま分からなくて、確かに、うん、洗濯機とかな、うん、あ、はい、油断してたら水バシャバシャバシャーで出てきたり、あ、なんでですか、分からん、どこにこんな水入ってたみたいな感じで、バシャー水出てきたりとか、そうなんや、冷蔵庫ね、うん、運ぼう、ガムテーブル止めてんかったら扉バンバン開くしな、あ、自分でやった場合やけどね、まあ、業者が来たらな、うん、業者がブワー家入ってきたらちょっとだけちょっとやめてほしいわって思ってと心の道中ちょっと知らん人がブワーっていきなりいっぱい入ってくるから、うん、なんかちょっとだけ思うよね、なんか、そういうもんやね、引っ越しってそういう、顔見知りだけの業者おらんのかなっていう頼むしかない、うん、後輩とかよな、まあ対戦が6対7やから罰ゲームも控えてますから、はい、頑張ってください、では最後にお便り募集のお知らせです。
はい、この番組ではあなたからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見など何でも OK です。悲惨それは本当に泣いちゃうよへのお便りもお待ちしています。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。はい、というわけで NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日はここまで。さようなら。